こんにちは、原町接骨院久松です。今回は自律神経が関係している5分で OK 夜間頻尿セルフケアということでお話しいたします。はい、今回夜間頻尿ね、まあ夜中におしっこ行くことなんですけども、それについてその対策をお話しいたします。5分でできます。そしてこの動画をご覧になることにより、夜間頻尿でお悩みのあなたは克服することはできるはずですよ。ではお話しいたします。夜間頻尿、ね、夜間頻尿ってのはまあ夜中にトイレで起きることなんですけども、定義としては、50歳以上は2回以上、50歳未満の方は1回でも トイレで起きると夜間頻尿ということになります。そしてこの夜間頻尿なんですけども、自律神経の影響で起こるんです。自律神経、動いてる時に優位になる興奮のスイッチ、交感神経、休んでる時優位になる回復のスイッチ、副交感神経と2つあって、この2つがうまく入れ替わることによって我々の体っていうのはいい状態で活動してるんですけども、夜間頻尿が起こる時っていうのは興奮のスイッチである交感神経が優位な状態になってるんです。イメージとしてはですね、例えばなんかイベントごととかスポーツの試合とか発表ごととか、そういったことはある時直前ってなんか緊張するとおしっことか行ったりしたくなったりするじゃないですか。そういう状態です、イメージとしては。私も格闘技の試合の前とかで本当にね、トイレとかもう近くなってしょうがなかったんですけど、そう、緊張状態になるとトイレ近くなる。ですからその回復する、抑えるためには、回復のスイッチである副交感神経を優位にさせると収まるんです。副交感神経を優位にさせるにはどうするか、夜間頻尿に対しての方法は、膀胱を温めるんです。膀胱を温める。じゃあどうするのか、この前側の部分を温めればいいのかって言ったらそういうわけじゃないんです。実はですね、この体の前側の部分って筋肉が熱いんですよ。筋肉が熱いので仙骨を温めるようにしてください。仙骨ってのは、骨盤の、裏側、これが尾底骨で、その上にあるこの平べったい骨、これが仙骨になります。この部分を温めます。尾底骨の上のこのにある平べったい骨ですね、この仙骨を温める。どのように温めるかというと、貼るカイロを使ってください。カイロをこの仙骨に寝る前に貼るんです。時間は5分で OK。 まあもっと長くやりたいって言ったら10分ぐらいまでね、最大でやっていいです。それ以上やると逆に興奮状態になって症状悪化する場合がありますから、5分で OK、 長くても10分までという形で仙骨をカイロで温めると夜間頻尿を改善していきます。ぜひね、夜間頻尿でお悩みのあなたは仙骨にカイロを貼るようにしてみてくださいね。ということで今回の話もう一度復習すると、夜間頻尿、これはと夜中にトイレで起きることで、50歳以上は2回以上、50歳未満は1回でもトイレで起きると夜間頻尿です。そしてこれって自律神経の影響で起こるんです。交感神経が優位な状態、興奮状態になると起こっちゃうんです。ですから副交感神経を優位にさせるとこれ夜間頻尿に収まるんです。どのように行うかというと、膀胱を温めるんです。ただね、前側っていうのは筋肉が熱いので裏側の仙骨で温めるようにする。この部分はね、温めてください。カイロを仙骨に寝る前に貼るといいです。時間は5分で OK、 最大でも10分までにしといてくださいね。やりすぎは良くないですからね。ぜひ夜間頻尿でお悩みの方はやってみてください。そしてこれをご覧のあなたが、夜間頻尿以外でも自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世移動して触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。
そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。